上封寺は、中華人民共和国湖南商工用紙南学区に、ある、仏教寺院。上封寺は、隋の大行年間に創建された。上封寺の名を賜った。唐の末期、思想、西尾の礼封寺に従した。明の火星年間に再建された際、天皇殿と呼んだ大天皇像の混流にあたっては、従来通り復元することが求められた。真の南岳史に、 清志高奇中、湖南巡部、周昌並を受け高層姫来寺作法上、大衆寺社、建成一座四神領老大仏寺と記録されている。同治年間、祖国戦が、先頭に立って出資し、寺院を再建。中華民国21年、湖南省政府主席の南下鍵が法省を招いて、住職とした。天皇殿、太勇殿、祖堂、禅堂、祭堂、 両方を修復した。文化大革命の時、公衛兵により寺病などの宗教施設が徹底的に破壊された。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族畜仏教全国重点寺院に認定した。1987年に大規模な再建によって、現在の基礎が築かれた。三門、太勇宝殿、天皇殿、紀宝堂、 増教老、観音度の、三田伝統大の思想、最後のれの詩に曰く、出伝の詩に読む。ありがとうございます。